よくできたじゃん。よくできた、ね、先っちょもちゃんとつぼまってるし。こうやってできるべ。うんできるよ。ちゃんと一回一回はめて、また編みなくって、ほどいてもいいかな。今日それできんじゃない完成すんじゃないわかんねえ。でしょで、この目をここ、おひ拾ってさ、広げんだよ。その目もさ、うん、よしよしだからな、こうやって、やっちゃったら、 大きな穴が開いちゃうからな。うん、ここだけだとさ、ここに穴が開いちゃうから、うん、これをな、うん、工夫して。どういうふうに工夫するのこっちとこっちとさ、うん、上とさ、下を合わせちゃってさ、うん、ね、うん、で、二つにして、飛んだよ。そしたら穴が塞がっから。それで一つの目にするんだ。うん で、一つの目にして。二つ取って、結局は目は一つになるわけだ。や、うん、こ、こうなってるやつを、うん、こうなってるやつを、うん、こなこうなってるやつを、うん、こっから、こっから取って、二つに取ってさ、うん、ほん。で、目を塞いじゃうの。こっちの穴をな。穴を塞いじゃって、その目を取ってこう。穴ってどこに開いてんのだから、こ、このほら、あんだ穴があるでしょ あんだ穴がさ、こうやて、取っちゃうとこう穴開いちゃうだよ、こうって、ほら。こう取っちゃうと、ここ穴開いちゃうでしょここ。これだけ取っちゃうと、ここ穴開いちゃうでしょ、はい、ここは空間になっちゃうでしょ<ー>だからこれをうまくこっち、こっちとつなげて、こうなってんでしょこうなって。じゃ、その、あの一つの目の半分に取ればいいんじゃないのそうそう。だから、 半分に。真ん中のところあたり。これと、こっちをね、うん、一緒にして取っちゃうの、ほんと。なん、なんだろう二つにして取っちゃうの。こうなったやつを、うん、この真ん中から2、二つな、取っちゃうの。二、うん、つにしたって、その一つ刺したところ穴開かないだから、こっちでこっちで止めちゃうから、穴をよ。消いちゃうんだよ、こうやって取るとな。こうな、こうな,なってべ。 うん、で、ここだけ取ったらこ穴開くでしょうん、ね、うん、だからこっちの目をこっちに、うん、あの、移しちゃうの。そして二つのになってるでしょうん、で両方穴、消えちゃうんだよ。こっちのあれとあれで、あれで、押されて消えちゃうの。<laughs> あ,れあれでこれ <laughs> って言ったでしょ <laughs> こ,こうってなってるやつを、うん、真ん中からあの、あれとするな、うん、こっちの目とこっちの目がよ、こう。 ついちゃって、うん、な、このとこ塞いちゃうんだよ。穴をな、穴開いちゃうんだよ。まだ取ってないじゃん。目な、取ったの？取ったよ。こっちはダメなの。うん。な、その、それどういうふうに取ったかもう一回やってみて。だからこれをこのまま、うん、このままこうやってやったら、うん、穴開いちゃうから、ね、こっちはおかしいんだよ。引っ張られたときにな。 穴開いちゃうから、穴開かねえように、うん、こっちのやつと、こっちのやつとこっちのやつ、ここを合わすんだよ。両方こう、こうなってべ。うん、それを真ん中からね、合わせるの、両方取っちゃうの。そうすると穴開かねえの。隣のやつそれは。うん、そうそう、隣同士で、隣同士で取っちゃうの。うん、手をく、あの、うん 指だけ組んでたのを、こう、こうな、<laughs> 組んじゃうの。ああ、そうそう、詰まるってことうん。そうすると目が詰まっから。じゃ,じゃあ、そうじゃなくてさ、この一つの、この一つ、一つこう取るとさ、穴が開いちゃうから、これ半分に取ったらいいんじゃない半分にダメだっていうの。あ、二つ取った方がしっかりするからか。そうだよ。 二つ取ったらしっかりするから、うん、な、うん、大丈夫なの。ほ<ー>んで、こう、ほんと目取ってさ、うん、この目を、うん、今度はこっちに移すの。なんでこっちに移して。なんで移すのんで、今度は逆さまにして、うん、な、この目を綿元に戻して、今度はこっちから、二つ目から編んでいくの、こうやって。え、ここは取んなくていいの、ここは。まだまだこれからなの。 順番があんの。うん、こ、こっちが伸びなきゃ、ここ、ここ取れないの。うん、このまま、ここ、つなげちゃったら、うん、ここは、なく、しょうがなくなっちゃうの。そこはまだ、こういうふうに、取んなくていいのか。そうだよ。ここ、ここね、少し、ここまで編んだら、うん、な、今、ここのところだから、うん、ここ少し編んでから、ここつなげんの。難しいね。難しいんだよ、こういうの あ、そっか、ここの棒にしちゃったら編めなくなっちゃうか。そうだよ。動き、動きが取れなくなっちゃうよね。うん、ここが突っ張っちゃってな。でももう一本棒あればきっと取れるよね。一番いいのはこのちっちゃい輪針りがあるのが一番いいんじゃないのそうだな。あの一番小さい輪針りではできないんだ。だよ。40センチの輪針りじゃ。うん まあ、丸いからって丸まま、そのまま、あの、やってみろよ。変な形のあれになっちゃうんだから、ほんとできねえの、ほら。な、うん、ここまで行くのにはもう一段、二段ぐらい入れて、それであの、あのここ、一緒に入れてくれって編んでいくんだよって。難しいもう全然言ってること理解できないんだけど。うん。まあ理解しなくてもいいよ。 いや、初心者の人だったらね、これ何言ってるかさっぱりわかんないよね。その二つ一緒にとるのはわかったけど、するのがしっかりするっつうのはわかったけど、うん。まあ、その時は頭使って考えるんだよな。<laughs> だって、あの、人に教えてもらわないで自分でやってんだからよ。考え考えよ。動 <laughs> いたり、編んだりあ、あ、動いたり、編んだりしてんだからな。そこまでしてやりたいと思わないけどさ、めんどくさいから買っちゃった方がいいよな。<laughs> だからそうだよ。な、そんなものあるんだったら買ったほうがいい、ね、なんであんだんのそれ。俺は、だから、趣味だな。うん、趣味。うん趣味でやってんだよ。うんうん、やりたいなって思う趣味があっから。最後までね、やりた、うん、や,やり始めたら最後までやれよってよ。な 最後までやるよって。今適当にいいの。そのすぐ近くをやっぱり取るわけでしょ、うん、隣同士。そうだよ。隣同士に手を合わしてな。うん、で、あんた目つくんだよ。うん。で、なんでそんなグリグリって2回からあげんのじゃあ2回取れちゃうから。ね。めっちゃ実家流だよね。うん、自己流だよね。うん。うん だから自己流だからな。広たってしょうがねえの。あとは自分で考えてやれって。あ<ー>何でも見てやんじゃなくてね。うん、かん人間は考えるんだから。うん、なんか考えながら、まあ、ケイは無駄になるかもしれないけどよ。ケイトなんか買えば安いもんだっぺ。うん、や,や,やろうと思えばさ。うん、完成させようと思えばさ。うん あとは頭次第だな。うん、頭次第で、工夫して、やんだよ。うんうん、な頭つかねえで、人と、ひのもやったものをね、見て、真似しようとしたってしょうがねえの。人間は頭つかねえきゃ。いいこと言うじゃん。<laughs> そのために頭ついてんだっぺ。うん、人間だったら考え考えやんだよ。 あ、これはちょっとまずいなと思ったほどいちゃってさ、うん、また違うやり方でやってみたいでさ。え、なんここはいつ編むの今編むんだってな、そのうちに。うんなんでここだけさ残しとくのここはパリだから大変よ。今、ここんとちょうどここんとこ編んでんだからさ、うん、もう少しでさ、うん、してここ繋げるんだよ、うん。あ、そっかそっか。ここ穴開いたまま、ここの、 そポッて真,真ん中ばかり取ってな、やったらおかしな、あの、手袋になっちゃうの。うん一緒にこう編んでいくんじゃないんだ。そうだよ。一つずつ一つずつな。どういう,うにやったらかっこよく、えー、できるかなって。うん。で。あ、だんだん広が、つぼめていってるんだね。う セーターの袖の肩のとこと一緒。うんうん、今はちょうどいいな。セーターの肩の部分と一緒だね、これね。そうだよ。セーターの袖の部分も肩のとこ、こう最初は広いけど、だん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 つぼめでいくんでしょう天に。いくに従ってね。今から全部取るからな。取るそしたら、ここ狭いから、今度は3つにするんだよ。この編み棒な。うん、下の方よ。うん 3何三つにするの四五。ああ、目をね、分けてね、うん、棒を三つにするってことね。うん、なんでそしたらきつ,あのきつくないから、二つのまんまだからきつくてよ、うん、しょうがなくなっちゃう、うん。何がきついの編み方がきつくなるの。ん編めなくなっちゃうの。つぼまっちゃって。 このままでアメねビや。うん、日本くっついたままでは。で広げっからアメんでしょ今までアんでたじゃ二2つで。だから今度はし、全部こうやっちゃうから、うん、あの、3つにしたの。うん、今度は全部め目を入れちゃうから、こんな感じな。

目の取り方覚えてよ2つ一緒にねお隣同士ね、うんうん、でっつにすんだねちょっときつくなって、うんうん、あんま穴がゆるゆるにならないわけだね、うん、全部取っちゃうんだ今度、うん、全部ね か,かぎ針でやった方がやりやすそうだけどね。うん。ここな拾うときね、引、うん、っ掛けで。でも俺はかぎはやったことないからよ。うん、使いづらい。やっぱりこの編み物の方がな、あの、初めからやってたからな。うん。そりゃ目を落っこしたら、うん、絶,絶対かぎ針じゃないと拾えない。そっか。うん。くるくるくるって拾えてくれんじゃん。うん。ちゃんとできるようにな。 訓練してやっからよ。うん、ちょっと。おい、ちょっと。全部取っちゃうんだ、今度は、うん、全部取っちゃう。こんなんでやめんだ。ん,そん、そんな。とこでやめんだ。うん、<laughs> で、あとは編むだけな。 あだな輪っかにしてだんだん編んでいけばいいわけじゃないんだ。そうだようん。ただ同じように編んでいけばいいのかなと思ったけど、うん、ちょっと違うもんね。ただ輪っかつつくっつけたの。今、この辺に芽があっただからさ、うん、だん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 少しずつこう足していって、ね。で、最後にこう繋げるんだからな。うん うん、そうか、先こっちゃもんだ、うん、先,先、先、あの、穴が開いたからって、そのまま目を拾ってな。うんうん、全部編んだらおかしなもんなっちゃうんだよ。うん、おかしな方に向いちゃうんだろう、うん、普通に考えたらそういうふうにやるもんだと思っちゃうけどね。輪っかにしてただ編んでいけばいいんだろうって。最後ここつぼめればいいんだろうと思うけどね。違うんだ。違うよ、やり方が、うん、初めは私もそう思ってたんだけど。うん。うん じゃあ、おかしなよ。手袋ができちゃってさ。うん、指が曲がんねえしさ、はあ。だからどういうふうによく見たら、うんうん、買ってきて手袋よく見たら、こうほんと編んであったから、そのようにしたいだけだから。どういうふうに編んだとったのこの本に編んであったからさ。うん、もっとはっきりこう出てたけどな、線がよ。うんうん こっちのが多くて、こっちのが少なくてってか、全部同じ数じゃなくてか、うん、こっち多くしてあるもんね。うん、だよ、ね。三角にね。ね肩のとこと一緒だよね、セーターの。そうだね。はあそんな、ちっちゃい輪っかでご動,動くんだ、あれが。うん。あとは、ずっと、 編んでいけばいいの、真っ赤にして、うん。で、あの最後にここつぼめのパイでしょ。このこの辺だったつぼいて、減らしていくんでしょ。うん、減らして、いって、うん、とよ、止めてさ。うんうん、うん。あとは自由に編んでいけばいいんだからよ。うん。一番難しいな、そのこの根元のここら辺のとこが。うん。 あとは何なそれ表編みしてんだ、うん、自然に編んでいけばいいんだからよ、うん、あそこのままだったら編みずれでえうんだから編みつにしなきゃね、うん、編みずれんだからよこの半分くらいの棒でもいいよねそうだよね、うん だからざと短くしたんだ長いやつ買ってきてよ、うん、捨てた本の中にいっぱいあったっぺこんなのが、うん、こんな束になってたっぺ覚えてはないけど、うん、みんな捨てられてたもんな、うんうん、なんで捨てちゃうか覚えてないけどね本はねちゃんと持ってあのね、うん、捨てたらまずいなと思って持ってったけど もうほら、やんないんだろうなって。これ、系統だって、買えないだろうしさ、やんないかなと思って。差し入れもね、できないしさ。3本でやんのか。3本で広げてやっていくのか。うん、で4本の棒で噛のか。そうだ、よ本。3本を出しにして、1本でな、ね、噛、うん、んでいくんだよ。うん、で4本使うからな、ね。うん 鍵針は嫌いなんだ。鍵針でね、うん。やったことねえからよ。鍵針はどうも苦手だな、うん。見たことないもんね、やってっとこね。うん自分で、あとはみんなこうで食うしちゃうかな。目がほぐれたらそう、目拾うのにさ、これ使って。鍵針も自分で覚えればいいのに工夫して。1本もらってあるけどね。うん 本見ても理解できないんでしょうん。やり方は分かんないもんね。本見てもうん。本だって読書好きなのに理解力あんじゃん。くせからそんなの見ねえ。自分で考えたほうがいい。うん。自分で工夫してやったほうがいい。うん、よし、これでずっと編んでいけばよ。うん 二人になっあとはもう普通の編み方でいいんだ。うん、それもやっぱりもう棒針だから、表裏って編むの捨てたみたいに。うん、ずーっとあの、表編みでいいだよ。輪針の感覚でいいんだ。うん、ぐーっと今の編みはもね。そひっくり返して裏にしなくていいわけだね。うん、ひっくり返せないもんね。もうわっかり。返さねえよ。ずっとこのまま、うん、メディアサム。それが不思議だったんだよ。メディアんもだよ。 だって、棒針の場合はさ、今やってるやつはさ、裏表で表裏ってやってんのにさ、うん、輪針だとひっくり返さないでずーっとこうやって同じように編んでいくじゃん。な、うん。だからそこのとこは違うやん。これ棒針だけど、ひっくり返さないでもう輪針の感覚でやるわけでしょうん。ほな。だからちっちゃい輪針があるからそれでやればいいのにしつったんだよ、40センチの輪針なんでそれができねえの。もう昔からこれしかできない。 手に取ってねえからな、うん、ただいっぱいあのそのそ4 0ンチあるからここのくらいの距離で編んでいけばいいんじゃないのでもこっちの方がいろいろ広げたりあれか目減らしたりし、うん、やりやすいよねその好きなところでね。やっぱり慣れのほ方がよ、うん、いいだよ。うん、お目は鍵ありの方が慣れてるけど俺は棒の方が慣れていいんだからな。 その暴れのが手っ取り早くていいじゃん。前身ごろ、後ろ身ごろってさ、後でドッキングさせなくていいしさ、一緒にバーッと編んでいけちゃうじゃん。今こっちの手だからな。うん、こっちの手は今そっちにやっべ、うん。こっちに来てっべ。指も。こっちに来ちゃったら正面うん。 いや、興奮ふって作るのだよ。これが、こっから来たらおかしいってことでしょうん、うん、この根元からね。うん。じゃ、うん、ちょっとずらして下にしてるってことでしょそうだうん,うん。だから、あの、手袋も入んだからな。うん。こ、ここからメーツを拾っ,ったらさ、うん。うん、<laughs> こっち曲がんねえだからな。ら反対になっちゃうの。突っ張っちゃってか。うん。 ま、あ反対にもこっちは大丈夫だけどな。うん、で、これで閉じていくだよ。こうやって閉じていくだよ。こうやって。なこうやって閉じていくだよ。こうやって。うん、かぶせてるんでしょ、うん、うん。そうすると、あの、そうすると閉じられる。で、伸びるよね。うん、うん。それ取ってあると思う。で、伸びるんだよ。 あのしたのあの。あんまりきつくやって、やっちゃったら伸びねえけどな。綺麗、うん、きれいにね、このメリアスと同じ形になって止まってくよね。うん。うんうん